我が輩は猫である、名前はまだない、どこで生まれたかとんと見当がつかぬ、なんで、すみません、集中して読んじゃって。この一冊脳トレにもなるんですって。梅雨の時期屋内で過ごす時間増えますよね。せっかくだったら有意義な時間にしたいですよね。今回のキラリ顕微塾では梅雨の時期おすすめの過ごし方をご紹介します。ということでやってきたのは明倫堂書店神宮店。店長の大塚さんにおすすめ本を紹介していただきました。大塚店長、この本いいですね。はい、斉藤隆の音読名著、よくお客さんに手に取っていただいてます。声に出して読むんですけど、その登場人物になりきって読む、お芝居をするように読むっていうのがポイントになってます。過去の名文も収録されてますので、登場人物に感情移入しやすくなっているのが特徴です。こちらもおすすめとなっております。自分の名前がきれいに書ける萩原紀美子の大人の美文字レッスン帳となってます。自分の名前をきれいに書きたいという声から生まれた本となってます。カチッとある文字を書きたいのか、柔らかい品のある文字を書きたいのか、この2つのポイントが練習をすることによって身につくようになっています。末尾の方にですね、万葉集と古今和歌集も収録されてますので、今の時代に合った練習もできるんじゃないかなと思います。大塚店長、こちらもおすすめの一冊だそうですね。はい、自律神経を整える塗り絵となってます。自律神経を研究した成果をもとに作られてるんですよ。規則的なモチーフなので、それを一定のリズムで繰り返すことによってリズムが整ってくると、で自律神経も自然に良くなってくるという感じにはなってます。1日1分見るだけで目が良くなる28のすごい写真という本になってます。この本がどうやって作られたかというと、アフリカ人がなぜ目がいいのかというところをヒントに得てですね、遠くを見るから目がいいということで、遠く近くを見るような写真を掲載してます。綺麗な写真を使ってますので、ただ見るだけじゃなくて見て楽しむっていうところがポイントになってるのかなと思います。とあと見てるうちに目の疲れも取れてきますと。1日1分見るだけで目がね、確実に良くなるっていうのはないんですけども、効果が現れてくると思います。家族で楽しみたいという方にはこちらがおすすめ。ひむか出版のやっちょっと宮崎すごろく、宮崎県内の全市町村を巡るすごろくゲーム。サイコロを転がし、各地の神話や祭り、歴史に触れる65マスで遊びます。ぶらり旅気分で楽しみながら、大人から子どもまで宮崎について学ぶことができます。店長、今日ご紹介いただいたこの本たちですけれども、読むだけじゃなくて、読めば教養も身につく、健康にもなる、これはこの梅雨の時期、お家での過ごし方の一つとしてはおすすめですね。はい、ぜひぜひ読んでいってください。おすすめです。梅雨時期のおすすめの過ごし方、続いて紹介するのはテラリウム。ガラス容器の中に植物やオーナメントを入れて作る自分だけの小さな世界。作るときはもちろん、植物の成長も楽しめて、さらに素敵なインテリアにもなります。今回は初心者にもおすすめのサボテンを使ったテラリウムを作ります。材料はこちら。サボテンをはじめ、ほとんどのものが100円均一ショップやホームセンターで手に入れることができます。まずは多肉植物用の土をブレンドしていきます。じゃあ土から作っていきたいと思います。はい、はい、ではですね、これは赤玉土ですね。普通の花とかお野菜の土でも大丈夫なんですけども、これこんなにたくさんはね使わないんですけど、一応作ってみます。はい。そこに保水性や通気性を良くする働きのある土壌改良剤のバーミキュライトとパーライトを加えます。混ぜる割合は土が2に対してパーライトとバーミキュライトが1対1の割合です。2
2つを加えたら全体をよく混ぜ合わせましょう。土ができたので早速土を入れていきます。今回はこちらの器を使うんですかね。はい、そうです。可愛らしいですよね。こういったものが中に入った時に綺麗ですよね。ただお手がねちょっと入るぐらいの大きさの口があった方が作りやすいです。こういうね瓶の鍋もまた面白いんですよ。ただねちょっと手が入るのがちょっと難しいですけどじゃあ今回はこちらの器で作っていきます。はい、まずですねこのミリオンっていう根腐れ防止用に入れるものですね。下に穴が開いてませんのでね根のために入れるものです。下のガラスが見えなくなる薄くでいいですよ。ほんのちょっとですね。はい、あちょっとでいいです。はい、あの外から見えるのであんまりたくさん入れると見えちゃうんですよね。そして土を入れていきます。はい、サボテンには根がありますので根が隠れるぐらいで、でもあんまりたくさん入れるとこう見えちゃいますんでね。土は後から追加することもできます。量はサボテンを入れる高さを考慮して入れてください。表面は平らに整えておきましょう。じゃあレイアウトの方を決めていきたいと思います。はい、これは溶岩石、はい、今日使うのはサボテンですのでねゴツゴツしたこういった石をね使うのが合うと思います。まあ、大きいのを1個置くかちっちゃいのをちょっと組み合わせて入れていってもいいですし、今日は中央に石を置いて周りにサボテンを並べていこうかなと思ってます。今回はこちらの3つのサボテンを植えていきます。作業しやすいようにレイアウトを決めた溶岩石は一旦取り出しておきます。サボテンをねほぐしていきます。はい、これはトゲがありますでしょ。これね刺さるとあと痛くなりますんで、はい、なるべく触らないように。これね根にくっついてるんです。本当ですね。だから植えるときに大変植えにくいんですよ。だからちょっとね土を軽くほぐしてあげて優しくほぐしてやってください。使う道具はピンセットと私のお手製の手竹べらなんですけど、手作りなんですね。はい、割り箸とかをちょっと先をね尖らして使ってもいいと思います。土がこのくらい取れましたら、はい、次は植えていきます。竹べらのねこっちの広い方で穴をちょっと作ってやります。これをねピンセットと竹べらをうまく使いながら、ここがね結構難しいんですよ。ナビゲーターの児玉真美さんも挑戦。力の入れ方も難しいですね。1個目より2個目の方がやっぱり慣れてくるとずっとできますね。そうですね。先ほどの溶岩石ですね、うんうん、ちょうど真ん中開けてますので。わー雰囲気が変わりますね。全然違いますね。どうしてもね下の土が動いたんで、そういう時には今からでも補正できますので、ちょっとまっすぐなってください。根はきちっと隠しておきましょう。支えをじゃあここでしっかりと。そうですね。じゃあ最後の仕上げをやっていきたいと思います。はい、今日はこのような石を使います。かなりのですね。ただ今いろんなところにこういうカラーサンドとか売ってますので、今からだったら涼しくブルーとか、ね、使われてもいいと思います。いいですね。でこのままざっと入れちゃうとサボテンとかにかかってしまうので、こういうねちっちゃなお家でもあるようなこんなにちっちゃい紙コップじゃなくても大丈夫です。ちょっとつまむと口ができます。あ、本当ですね。だからこういうので空いてるところに多めに入れて、それからこう広げていくと綺麗にできると思います。土が見えないようにこの石はざっと入れないで、きちっと丁寧に入れてください。最後の仕上げを丁寧にやるかやらないかで出来上がりが決まってきますので、
では最後にこういったね飾りを。かわいいですね。今日はサボテンでちょっと砂漠メキシコって感じしません？あ、確かに。そういうお帽子がありました。にゃー、かわいらしい。ちょっとサボテンに帽子をかぶせたり。サボテンの場合には上からねサボテン自体に水をかけないように、周りにちょっと軽くね、これこの辺にお水がついたりとか、ほこりがちょっとついたりとかしますので、はい、掃除はしてください。出来上がりです。わー、できました完成です。いやー、こういったアイテムもプラスして、うん、石の色も綺麗ですし、そうですね、またサボテンが可愛らしいですね。これ完成したテラリウムですけれども、はい、この後のお手入れというかどうすればいいですか？ほとんどお手入れっていうのはいらないんですけれども、暖かくなるとサボテン成長期になりますので、お水は思い出した頃にあげてください。冬場は特に水やりの必要はありません。1年を通して日差しの当たる明るい場所に置きましょう。今回はサボテンを使いましたけれども、はい、こんな可愛らしいのもできるんですね。梅雨に入ると苔がねすっごく綺麗なグリーンになってくれるんです。だからそういったグリーンを使ったこんな感じで作ってみるのもいいんじゃないでしょうか。テラリウム、うん、本当にいろんなバリエーションがありますね。そうですね、集中してやってる時間も楽しいし癒されるし、そして育てる楽しみ癒しもありますね。そうですね、本当にこれからの時期、梅雨雨の日にはお家でゆっくりテラリウム作りぴったりですね、黒木さん、はい、いや本当に楽しい時間が過ごせると思います。今回のキラリ顕微塾いかがでしたか？恵みの雨は植物だけではありません。ミドルエイジ、プラチナエイジの皆さんにとっても自分磨きのいいチャンス。音読や塗り絵などプラスアルファで楽しめる本は他にも様々な種類があります。自分に合った一冊を見つけてください。そしてインテリアとしてもおすすめのテラリウム作りは身近で手に入る材料で楽しめます。自分好みの世界を作ってお楽しみください。キラリ顕微塾、次回の更新もお楽しみに。